コピー漫才クイズ。おお、なんだこれは。はい、はい、でまあ漫才っていうのは2人いますから、うん、はい、順番決めて一応次の人が相方という、はい、そういうことでございます。で相方の人はそれ台本をまず読みまして、その時点でそれが誰の漫才かを書いてください。なるほど。で残り2人は回答者という形でございます。なるほど。よーい、きた。誰これ。コンビ、このネタ見たことあるな。コンビ名が思い出せない。出てこない出てこない。はい、寺島さんはこういうの得意そうだと思って、なんかよくそのね、はい、ネタとか、はい、え、ちょ、ま、え、だってコンビ名が出てこないから。いや、それはダメですよ。ダメですなんだからさ、これダメだって。じゃあいきます。はい、私は最近引っ越しをしましてね、はい、その時にちょっと本が出てきたんですよ。うん、それがですね、上京する時に親父からねもらった本なんです。人生の手本にしなさいってもらった本が出てきたんですけど。飲んだんじゃないですか。いやいや、誰が靴下履けるかなみたいな本読んでるんですか。二十歳過ぎてんだよ俺。お前ブランコ譲ろうねっていうのもありますけど。違うわ、二十歳過ぎてんだっつって。全然伝わってこねえ。いや、宮沢賢治の雨にも負けずって本なんです、うん、雨にも負けず。僕はもう分かりましたけど、誰あれが素晴らしい本でね、今日ちょっと持ってきたんですよ。皆さんの前で読もうかと思いまして。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けぬ、ジャウブな体を持ち。よく変わってあげましょうか。ちょっと変わって、はい、雪にも夏の暑さにも負けぬ、ジャウブな体を持ち。お前もジャウブっつってんじゃん。せーの、東京ダイナマイト。正解です。よーし、実は、はい、林さんは、はい、台本もらった時点で東京ダイナマイトさん。ただね、2人が演じてると全然見えてこないね。漫才師がすごいから決勝行きそうにないもんね。ネタネタね。じゃあ次行きましょう。いやー、そんなに違うかい。違うよね。はい、じゃあ、よーい、スタート。どうもー。はい、どうもー。はい、たくさん入っていただきまして、本当に、うん、ありがとうございます、ということでね。俺、突然なんだけどもね、はいはい、ちょっと陶芸家になりたいなと思ってんだよね。陶芸家。うん、はいはい。どういうことそれは。だからね、陶芸の名人になって弟子を頼みに行こうかなと思って、うん、いやいや、簡単に言うけども。だから頼みに行くのをね、ちょっと練習したいからさ。はい、ちょっと陶芸家やってくんね。あー、俺がやるの。うん、あー、お願い、この通り、この通り、お願い、お願い、お願い、この通り。いや、なんでちょっと開いてんだよ。あー、なんか開いてんだよ。頼むから、頼むから。お前ちゃんとできんのかよ。頼むから。見たことあるこれ、なんだ。あー、そう、俺の辞書に不可能の2文字はないぜ。不可能は3文字だよ。さすがだな、本当にもう。陶芸家の先生ですよね。ん、君は誰だい。林康介と申します。おう、お願いします、僕を弟子にしてください。すまないね、私は弟子は取らない主義だ。こんなに頼んでもダメなんですか。そんなに頼んでないだろう。まだ1回しか言ってないよ。お願いします、弟子にしてください。ダメだ。お願いします、弟子は取らない。せめて養子にしてもらえないでしょうか。もっとダメで、養子の方がより近いでしょ。お父さんの気持ちもわかりますけど。お父さんってなんだよ、認めてないんだ。なんか見たことある。これはもう、もうわかりました。せーの、アンクブーブル。あ、そうだ、そうだ。はい、寺島さんもパンクブーブルです。そう、やっぱね、 M1 とザ漫才、うん、そうだね、陶芸家の漫才やってるのは最近パンクブーブルさんぐらいしかない。スタート。はい、どうもー、はい、どうも、南海キャンディーズです。ちゃんとして違うでしょ。びっくりした。あ、でしょ。あー、残念です。いやいや、残念かってどうするの。はい、まあ、よろしくお願いしますね。こうやって兄弟でやってますけど。兄弟じゃない、なんだよ。兄弟さんいますかね。双子でやってるんですけど、ね、いや、双子じゃないから。今から言うことに正直に答えてね。ニンニク料理食べた。何。いや、正直に答えて。いや、食べてない。いや、昨日の夜から今日にかけての、昨日の夜からニンニク少しでも入ったやつ食べただろって。いや、食べてないって。いや、正直に嘘やめて。いや、嘘つくわけない。いや、ニンニク臭い。いいよ。いやいや、臭くないんかい。なんで臭いから聞いたと思うだろう、お前。はい、せーの、テルチャルネズミさん。林さん、正解。あー、俺間違えた、もうやめ。天竺ネズミさん、そういうこと。高橋さんにしちゃいました。そうなんや。いや、もう先輩らしくね。俺はね、おとつい寿司連れてたで。寿司釣れただね。関西寿司。いや、
怒んなよ、お前ラーメンで俺寿司やったろ。林さん、草分けさんコンビ。おう、はい、はい、はい。僕は林さんと草分けさんコンビ。ああ、はい、はい、はい。よし、パンクムーブ。まず1ポイントずつ獲得。3ポイント。おお、最後のベスト漫才賞。ベスト漫才賞で聞きましたね。